アクテ地球とボアザン、ボルテスとボアザン重視、そしてハイネルと強し三兄弟の壮絶な死闘が繰り広げられる。そうした中、丹下将軍に助けられた強し健太郎と反乱軍も地球に到着。ボルテスチームや地球とは別口で皇帝打倒と革命の準備が着々と進められていたが、反乱軍秘密基地はブルル将軍の奇襲を受け、強し健太郎は再び捕らえられてボアザン墓地へと連れ去られてしまう。足並みを揃え